トーマス・アーネスト・ヒュームは、イギリスの著述家であり、哲学者。ノース・スタッフォード・シャーのエンドンにある、グラットン・ホールに生まれる。ニューキャッスル・アンダー・ライムの高校とケンブリッジのセント・ジョンズ・カレッジに学ぶが、喧嘩に深入りした角で1904年3月に、対抗処分にされた。2年間を、ロンドンで過ごし、1906年7月にはカナダに行き3ヶ月、登留し、 1907年の初めには、ブラッセルに赴いて、数ヶ月間英語を教えながらフランス語とドイツ語を勉強している。1911年には、ボローニャ哲学大会に出席し、1912年の初めに、ベルクソンの圧戦により、ケンブリッジへの再入学が許されたが、間もなく、そこを去り、ベルリンに9ヶ月投留して、ドイツ哲学と心理学の研究を進め、 芸術史家ウィルヘルム・ボリンガーの著書、アブストラクション・ウント・アインフランから影響を受けている。1914年に第一次世界大戦が勃発すると名誉砲兵中隊に入隊し、その年の12月にフランスに渡る。1915年の春に受けた負傷から回復すると英国海軍砲兵隊付きを拝命し、その年の暮れに前線に帰り、 1917年9月28日、ベルギーニューポール付近で戦死した。フランス哲学の翻訳ぐらいしか生前に交換された、著作はなかったが、残された意向を友人のハーバートリードがまとめて発表したことをきっかけにして、ヒュームの再評価が進む。ヒューム思想の立場は、反、ヒューマニズムと端的に規定できる。ボリンガーの芸術観を受けて、 ルネサンス以後20世紀初頭までは、個人の生命的な善欲求を終極的な善と見る思想が支配していたが、そのような思想は暫定的なもので、必ずしも永遠に続かない、古賀善能、人間性の肯定、生命力の肯定の思想は終末を迎えている、とヒュームは考えた。例えば将来に到来する芸術は、古典ギリシアを模範とする、生命的、 有機的な性格を持たず、それとは対照的な幾何学的な性格を持つはずである。政治の分野においても、ヒュームは個人の生命を超えた価値に重きを置いたために、第一次世界大戦への参加を正当化し、反戦を解くバートランド・ラッセルと論争を行うことになる。生命尊重の合理主義や打算に、彼は英雄的で非合理的な倫理を対峙する。 そのファシズムへの親近性は、フランスのジョルジュ・ソレルやイタリアのジェンティールと並べることができ、ハイデッカーの反ヒューマニズム論や反論理主義の先駆としてヒュームを評価することは可能である。ありがとうございます。